つの存在だと信じ疑ってこなかった。だから選べなかったんだ。自分以外の誰かと共に生きる道を。思いで強く紡がれていく自分を。したような口のざれ言をやめろ。俺は思いを託された。そしてみんなの思いに応えたい。人が人として生きられる場所を作るために、守るために。俺たちがこの世界で自分の意志で生きていくために。人が人の時がまだまだ終わらせる。創生という究極の幻想を打ち破る。